フレームチャンネルへようこそ。自転車技師声優の岡田正孝です。今日はですね、こちら山梨県の南アルプス市に来ているんですけれども、ご覧ください。ドン。今回ですね、モデルコースの試走会じゃないですけど、ちょっとねクローズドなイベントに、ご招待いただきまして、我々やってまいりました。今回はね、その南アルプスの大自然を楽しむトレイルコースを走る、林道を走るということなので、中にはですね、コースの一部には普段走れない特別なコースを今回走れちゃうということで、その大自然をと景観をですね楽しんでこようと思います。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。今回はですね、レンタルバイクなんですけれども、こちらメリダのE バイクですね。林道を走るんですけど、ちょっとねシティタイプのやつなんですけど、がっつりこれで走れちゃうということで楽しみにしております。本日サイクルアドベンチャーフェス南アルプス、コースを楽しむんだったら山梨行こう、こんなような思っていただける地域を目指して、頑張っていきたい。アドベンチャー、サイクルアドベンチャー、楽しみですね。楽しみですね、いい景色を楽しんでいきましょう。いや本当に今日いい天気で、というわけでね、はい、スペシャルゲストですよ。はい、ちゃうねん。皆さんこんにちは、サイクリングインストラクターの平野です。ラバチョ来てねって、ラバチョは主人の方ね、ミヤちゃんも来てね、e バイクツアーやってます。かわいい。いよいよスタートです。楽しみですね。それではスタートです。行ってきまーす。行ってきまーす。やべー、超楽しい。わーい。わ、早速結構な上り坂ですよ。わ、でもなんかもう平坦みたいな、こうね、あれですよ。これすごいね、漕ぎ味が軽くて軽くて。そっか、そろそろ紅葉の季節なのか。そういえば。上の方はしてるかもしれませんね。本当っすね。いい景色だ。いい景色っていうか、もうすごい大自然を堪能してる。おお、あ、これはアドベンチャー感ってやつですね。言ってた沢の音がいいですね、この自然の音が。いい日だ。快適っすね。なんだ、交通規制されてるみたいで通れないんですよ。あ、そうなんです。ここがまさにもうそうなんですね。だからもう今日だけ開放っていう形なんで。へえ。車も通れない。車も通れないらしいですね。あ、そうなんすか。いやー、いい天気だ。うん、いや気持ちいいっすね。気持ちいい。いやー、いいっすね。ありがとうございます。あー、皆さん楽しそうだ。あー、これもかっこいいバイクで、これごっついバイクで、いい景色だ。あー、すごいっすよ。もうだいぶ高いところまで登ってきてますね、これ。はい、雲と同じ高さで今走ってます。すげー、山梨の大絶景ですね。エイド到着でーす。平野さんと一緒に走ってたらエイド来ました。いや、一瞬や。もう5メートルぐらいしか走ってへんから。イエーイ。これ新旧フレームということでね、はい、ありがとうございます。110キロありますけど。大丈夫だと。これいいんですか、ケントさんのリボ。さすがもうね、やばいよ。しなやか。アキレスは大丈夫じゃん。すげーわ、スペシャルのリボ。これね、下りがいいのよ、また。へー。上りはまあまあ普通にいいんですけど、左が普通のマウンテン、これ刺すとマジでってくれ。安定感、下手な俺でも大丈夫。いやいやいや、そんなバイク、今日は舗装路がメインだけど、やっぱりトレイルも楽しいとこいっぱいあるし。そうですね。まあ小中上とみんなは楽しめそうな雰囲気なんじゃないですか。確かに。あー、すごいな。すごいスケール感、このスケール感やばい。 2000m 級の山がゴロゴロと。うん、俺も 2000m 級になりてえな。ちょっと意味わかんないけど。ビッグになりたいな。 3000m 級のね、ケントさんと話しましたけど。気持ちいい。あー、いいですね。この若干もう紅葉がねちらついて、あー綺麗ですね。わーい、着いた着いた。いやー、というわけで真ん中ポイントですかね、やってまいりました。ご覧ください、もう紅葉もかなり綺麗でですね、まあ、沢のほとりのロッジなんですけれども、いやなんかねすげえ甘い匂いがして、もう僕の胃を刺激しまくってるんで、
おそらく休憩ポイント何か食べるものあるんだと思います。楽しみにしてます。うわーすごい、わわわわわわ、あれ、あれ、あれは何だろう、あれテントサウナ、あれがテントサウナ、いやここからね、あのご飯だそうなので、何が出てくるやらすごく楽しみにしております。お腹空きましたね。ではご飯行ってみましょう。メニューがあります。これ、これ全部食べていいってこと？鶏もつに食べたい。シャインマスカット大福いただきます。もうジューシー、あふれてくるね、果汁がね。というわけで、トレイルのアクティビティを楽しんでいきます。その他にもですね、今回ヨガだったりとかサウナだったりとか、大自然の中で楽しむアクティビティを、あの、その体験ができるということなんですけれども、すごいね。さあということで、片道こうね、主に上りを走ってきて、で、こちらエイドっていうんですかね、中間地点で、ね、午後からねご飯食べたりして、でなおかつ森林浴をね楽しんできたんですけれども、いや、なんとも豪華なイベントですね、これね、びっくりでした。あの、もう想像の数倍上を行く豪華絢爛さで、もうね、自然も楽しい、ご飯も美味しい、ライドも最高、もう3拍子揃った最高のイベントでしたね。これはあの今回、そのモデルコースというか、山梨が今後ね、まあ、スポーツサイクルだったりとか、そういった野外アクティビティに注力していくっていう、そのきっかけになるようなそのイベントということなんですけど、まあ、これをきっかけにね、またどん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 こう山梨が盛り上がっていけば嬉しいなと、いや思いましたね。っていうか盛り上がってくれたら俺それ行くから、行くから、もう何回もシャインマスカットを食いに来るよ。いや最高の今日はイベントです。田辺さん、いや最高だねこれね、すごいっすわ。どうでした？僕はサウナを行ってきたんですけど、はい、山の中の贅沢な川の中でサウナ入って汗かいて川ドボンして、あ、川ドボン行きました。川ドボン、この時期10月、半ばに川ドボンできると思わなかった。確かに今日本当いい天気で良かったですね。いや本当に非日常の塊でした。いや本当ですね、満足度めっちゃ高いです。いや本当に、いやこういうイベント増えてったらいいですね。いいですね。じゃあちょっとね、会場を後にして、袋ですね、ダウンヒルとなります。また走っていきたいと思います。いや楽しいな、気持ちいいわ、やっぱり自然の中を走るっていうのは間違いない。なんていうんですかね、その森林浴のエネルギーっていうのは1週間ぐらいは持つよと言ってたんでね。毎週来ますか。毎週来ちゃおうか、毎週山梨来よう。うわうわトンネルの中さ、いえ、いやマジで泥除け最高。すげえつづら俺。いやここを登ってきたんすね。あ、楽しかった。あお疲れ様でした。楽しかった。さあというわけでね、ダウンヒルしっかり下って帰ってまいりました。いやダウンヒルも気持ちよかったですね。行きとはまた違う景色ですごく満足感ありました。はい、今回はこちらのねサイクルアドベンチャーフェス in 南アルプスということで行ってきましたけれども、満足感えぐいまして、めちゃめちゃ楽しかったです。走るコースも良かったし、景色も最高だったし、ご飯も最高だったしですね、あと何より自転車 e バイク最高でしたね。良さを本当に今日はめちゃめちゃこう肌で体で感じました。
山梨県これからどん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 いろんなスポーツイベントに注力していくということだそうなので、はい、皆さんもですね、レジャーにサイクリングにキャンプにと、まあ、いろんな山梨県の魅力をまた楽しんでいただければと思います。それではまた次回の動画もお楽しみに。次はどこ行こうかな。おすすめの